さあ、行くぞ。でもこれもあれね、細かい作業だね。そうそう、なんだろう、動画ではガンガンみんな飛ばすけど、うん、結構オーバーホールだったり、そのエンジンヘッド開けて、うんうん、修理するっていうか、まあ、シール交換しますよっていうのは結構大掛かりになる。大掛かりというか何だろうな、細かい作業が増えるから。 YouTube 見たら結構あれだもんね、早いもんね。そうそう、あれはもうサクサク飛ばして、なんか飛ばしてるの分かるわけよ。サクサク飛ばしてるなって、あー、こんなって大変なのになーって。大変なとこ見せない。そうそうそう、大変なところ見せてるとね、なんか YouTube で見たね、再生しないよね。まあまあまあ、確かに。それ見て俺みたいに勘違いしてできそうっつってからお願いしちゃうんだよね。そうなんだっけ、春夜ガレージ、春夜ガレージさんもおそらくなんか自分の車だからってレストア、ジムニーレストアして、うんうん、なんか1年かけてサクサクできてるように見えるけど、あれ結構なんだろう、結構大変な作業を何回もやってるなってイメージが。あれだってめちゃくちゃ綺麗にしてるもんね、ジムニー。本当に新車ぐらいの。あれ絶対問い合わせ多いよね。うちのジムニーもなんかレストアしてくれませんかが多分多いと思う、彼は。だってあんなケアってくれるんだったらまあどれぐらいかかるかは分からんけどね、異常事態ぐらいかかるんじゃん。うん、でもまあジムニーはレストアしても全然いい車だから、ね、だってあれ見てジムニー欲しくなったもん、うん、なんかコロナになってからジムニーの需要めっちゃ増えたんじゃん。うんうん、よく見る。しかも中古のジムニーでもめっちゃ高いさ、うん、なんか街中とかでもね、女の子が乗ってるのとかめっちゃ多いイメージがあるんだけど。何の？ごめんな、これまた自分あれ買い忘れてるな。本当はこっちは砥石があって、砥石でシャカシャカ磨きたいんだけど。ああ、いいよ。ダメダメ、磨かないと。あ、そうなの？そう、段差がついてると、前もこっちもウォータージャケットしたけど水が通ってるんだけど、うんうん、とシリンダーが燃焼室が完全にこう密閉されてるというか、分かれてないとこっちから水侵入入ってきて、うん、その白煙吐くとか。ちゃんとやらないといけないところなんだ。アストロ打ってる。アストロ打ってるよ。分かってるよ。マスク。あ、どっちでも大丈夫だよ。あ、これちょっとさっきやったけど。いいよ。このナイロンブラシで、この何だっけ、燃焼室、うんうん、ガシガシこのカーボンを落とす。でナイロンブラシだと傷つけないのって思う人もいるけど、思う傷つかない、基本的には。そうなんだ。アルミをガシガシ削れるほど力はない。これワイヤーブラシって言って、もう一つこのあれだと、うん、痛めちゃうけど、ナイロンだと大丈夫なの。そうそう、ナイロンブラシ、うん、真鍮っぽい。真鍮で、これでガリガリやる。ってやると、ほら、綺麗になるでしょ。本当だ。
電池がない、電池バッテリーあもう止まった。そうそうそう、でもうこのこの面を出したいときはこういうオイルストーンで、556大好きな556かけてこう磨く。556かけて磨くんだ。うん、あおみんなどうしてんだろう、分かんない。オイルかけてんの、そもそもオイルストーンって、あエンジンオイルつけてんのか分からんけど、うん、自分は毎回これでやってたけど、どっちがいい、うん、どっちでも大丈夫。入れて、こういうふうに。やっぱ結構あれな、なんだろう、ガスケットとか付いてたから、ちょっと段になってる。そう、段になってたり、そう、あの、汚れてたり、あとは熱が入ったり冷まったり、熱が入って冷まったりすると、うん、ある程度あのシリンダーのヘッドって歪む。アルミでできているのもあって歪んじゃう、この高いところと低いところが、こっちが高くてこっちが低くなってるさ、うん、っていうのがあって、そのネジを均等に締めてったとしてもある程度歪みが出ちゃうので、それをこれで平らにしておいてある程度なじませる。でこのオイルストーンで取れないぐらいの歪みは、うんうん、もう、鉄工所とかで、まあ、面検できるところで面検して、うんうん、歪みを取ってもらうけど、うん、その歪みも、何ミリまでっていうのが決まっているから、うんうん、それ以上は削れませんよっていうのもあるから、気をつけるか、それ、歪んでたらもうヘッドごと交換。任せるお仕事だね。ヘッドの交換になるんだ。そうそうそう。でブロックが歪んでたらブロックの交換。うん、ガスケットの座りを良くしたい。うんうんうん、均等にあれしてほしいっていうのが目的かな。本当も出てくて、それぐらい歪んでいくのを見なきゃいけないんだけど、こいつエンジンもかけてるし、無理がないけど、パッションマークもかけてるから、どうぞ。やったね。判定が、はい。判定が、怖い、なんかさ、もっと、簡単と思うけど、判定の、どの辺にしまったらいいの？判定で出ないよ、なんとか。ミーティングのやつが見たら。機械でやらんという感じだね。機械もなかなかね、うん、購入するのも大変ですね、うん、こっちも、うん、ここはやらない、ここは大丈夫、うん、いっかな、そしたら今度はここ、うんうんうん、ここの当たり面45度、ここが45度がいいけど、うん、45度測っては取れないので、はい、バルブを当てて、まあ密閉をやるということです。ああ、バルブのあれ、よいしょ、ここがね、汚れてるんだよね。
でバルブは基本的に焼き入れされてる、焼き玉し、この熱を加えてオイルに入れてこの強度を上げてるから、基本的にこんなんで削ったぐらいじゃ、なんていうの、ガリガリ削れるものじゃない。あ、そうなんだ、うん、なんだったらこっちより硬いから。へー、だからもうそんなんで軽く削っちゃっても全然大丈夫なんだ。そうそうそう、バルブラッパー、バルブラッパーで、これで当たり目を出した。よくなんか YouTube でもいる、うん、これなんで、うん、こう上に上げてパタ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 して、しかも回さないといけないか知ってる、うん、そのこのバルブラッパーでわざわざパチパチ叩く理由、うん、それはエンジンが回っているときに、うん、エンジンが回っているときにカムでバルブを押すでしょ、うんうん、開くさ、うん、開いてバルブがある程度フリーになっている状態のときに振動とかでこうくるくる回る。だから同じ一定の方向で必ず閉まるってわけじゃなく、うんうん、バルブもある程度自由に動いてますっていう証拠で、あー、なるほどね。どこの面に当たってもちゃんと密閉できるようにそのパタパタ、うん、パタパタ叩きながら、そうそうそう、でこれ自分、うん、俺マジで学生依頼なんだけど使うのなんでかっていうと、うん、車のエンジンとかオーバーホールするときに、うん、まあ、これでもいいんだけど、これだと効率悪くて時間かかるから、こういうのに、うん、そのゴムつけてバルブのこっち側、うんうん、こう押し、なんだろう、これで回しながらパチャ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 やるわけ、うんうん、職場では、うんうんうん、なかなか手ではあれなんだ。そう、手では、どうだろうね、手でやってる、多分手じゃないとやっぱり感覚がこっちのあれが出ないっていう人もいるだろうから、うんうん、それはやるんだろうけど、こうでしょ、はい、こっちか、うん、よくよく見るやつ、全然濡らしたわけ、もう忘れちゃったおじいちゃんって言うほどの歳でもない。こうか、こうか、こうやってこうやるよ、うんうん、このパチ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 こう回しながら当てるのは、こう開いて閉じて開いてこう回ってても、こうどこでも丸くこの綺麗に綺麗に当たるように。これバルブコンパウンド、うんうん、粗めと細め。最近の整備士は使ったことあるのかな。粗めを2回ぐらいで細めを3回か4回ぐらいでやると、だいたい面がで、こっち蛍光塗料をつけて一緒、うん、あの当たりが均一になってるかどうかって調べるのは、うんうん、基本的に何だろう、普通のエンジンオーバーホールではあまりやらないかな。よほどじゃないか、よほどこの歪んでるとか、うんうんうん、あれじゃない限りは、まあ、今回は普通に粗め、今回は当たりがちゃんと取れてるし、うんうん、そんなにあれを、なんだろう、歪んでる感じは見えないから、うんうん、そのままやるけど、まあ起動時には感じない。そうそうそう、でもそうそう、自分もジムカーのやつって分かるけど、ジムカーレース仕様のやつとか、ああいうのミリ単位でこう精度を合わせるってやつだったら、うんうん、ちゃんと測ってやる。うーん、けど街乗り仕様だったらそこまで神経質になる必要ないんじゃないかなって個人的に思います。ツイッターのアウトバンさんかな、
沖縄のバイク屋さんが、うん、ジムカーナのやつが乗ってたから、うん、バイクが仕上がったらね、ああそうだね、ちょっとジムカーナ見に行きたいな。そうなのよまず個人的な話になるんだけど、一部を好きなんだけど、走るの俺も走りたいジムカーナ本当はお店に多少余裕があって、うんうん、そういう余裕があってちょっとお、なんだろうな、お店でショップでちょっとジムカーナとかなんとか出れたらなとは思ってて、ああいいね、うん、ただ今自分にそういう時間も余裕もなくて今やってないけど、本当余裕ができたらだよね、うん、外側につけるのってなかなか難しい、うん、これこっち側に塗る人いるのかな、普通はこっち、うん、バルブにつけて、うんうん、入れて、なんて言うんだろう、こう当てる感じ、うんうん、なるべくカムで、難しいなこれ、カムで当ててる、カムで回してる時のイメージかな、うわ難しいやっぱ高校以来だからね、そうそうそう、マジでこれ本当にこれで釣り合わせできてる人は本当すごいと思う。これもさ、YouTube で、うん、なんだろう、1本やって。うん、あと3本は、はい、やっと来ましたで終わる、うん、デジ大変だよね、そうそうそう実は大変、あ、でも見える見える、だったら分かるけど、うん、鈴木の車とか、うんうん、結構ねこの段付きでこれなんで密閉してないといけないかっていうと、うん、圧縮比を上げるっていうのがもう一つと、うんうん、これバルブとこの隙間が空いてるとここにさ、うん、なんて言うんだろう、ジェット気流みたいにこっちからさ、うん、高温の圧力の、うんうん、そのガスが抜けてっちゃうの、抜けてくとこっちがめちゃくちゃ高温になってバルブが溶けたりとか割れて破損するとかっていうのがあるから、なるべく密閉したい、うんうん、圧縮圧力を上げるために密閉したい、うんうん、っていうのがあってバルブすり合わせってやるんだけど、うん、ここにちょっとでも溝があったり、あの圧縮密度、うん、圧縮率が悪かったりすると、うんうん、そこは吹き返してヘッドが割れたり、バルブが割れたりするから、そういうのを防ぎたい。それで今回のこういう作業を行うんだね。そう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 。一個完成。こっちがやった方で、うん、こっちがまだ。まだ。でこっちはこう円状でこう均等に、うんうん、綺麗にね。綺麗に削れてて段付きもない状態。うんうん、こっちも一緒。運が一緒、くるーって回ってて綺麗に削れてて、うん、段付きもないで、うん、こっち見るとやっぱりカーボンがこう噛んでいったところでちょっとそうだね、デコボコしてる、
多少ここら辺が、うんうんうん、っていうのに比べるとこっちは何もないからこう密閉度が上がっている、うんうんうん、これあと1,2,3 こっちはあと3箇所と、うん、もっとやばいよこっちでトータルで8箇所やらないといけないスキップじゃ、はい